アブロ RJ-85 の TB 翼航空機の TB 翼 T 字尾翼 TB 翼 T テールは尾翼の水平尾翼が垂直尾翼の上部に取り付けられている尾翼構成である。配置は大文字の T のように見えるためその名前が付けられている。TB 翼は水平尾翼が垂直尾翼の基部で胴体に取り付けられている標準構成とは異なる。水平尾翼は 翼と胴体の後ろの乱れた気流から外れることが多く、昇降打上でよりスムーズな気流を提供し、効力を低減する。この構成は、昇降打が、プロペラスリップストリームの外側にある場合、ピッチ制御の有効性を低下させる可能性がある。または、特に中程度の迎え角で、胴体の後ろの乱れた空気の中にないため、多くの線温速航空機のピッチ制御の有効性を、 向上させる可能性がある。高向改革角での飛行には、翼の下に取り付けられた昇降打が好まれます。これは、翼からの乱れた空気によって遮られないためである。T 字尾翼のある航空機は、スピンからの回復が容易な場合がある。昇降打が方向打上の気流を遮断する位置にないため、昇降舵は無効になる。水平尾翼が垂直尾翼と方向舵の真下にある。 場合に発生する可能性がある。TGB 翼はエンドプレート効果により垂直尾翼の有効アスペクト比を増加させる。指で直面が近接しているため、キャップされた橋での空気圧損失が減少するため、空力効率が向上する。揚力面のアスペクト比が高く、より効率的な垂直尾翼と同じ効果が得られる。抗体垂直尾翼単に設けられた水平尾翼は、 通常の水平尾翼より重心や空力中心から遠くなり、より小さな水平尾翼で済み、空気抵抗が減少する。これは、エリアルール上、水平尾翼と垂直尾翼を前後にずらす場合により効果が大きくなる。また、十字尾翼と比較して、昇降打状の気流を妨げる、火事の周りの気流からの効力がわずかに少なくなる。T 字尾翼は、 ボーイング C-17 グローブマスターなどの貨物機の後部のクリアランスを増やし、航空機の積み下ろし中に尾翼が当たる可能性を減らすためにも使用される。水平尾翼と昇降打の上の気流が翼によって遮られると航空機は高い向かい角で失速する傾向がある。アメリカのマクドネル F-101 ブールージェット戦闘機にとってこの問題は致命的であった。 垂直尾翼は水平尾翼の重量を支えるためにより強くする必要がある。多くの大型航空機は格納庫の高さを下げるために垂直尾翼と方向打を折りたたむことができるが T 字尾翼がある場合、これは一般的に実行可能であるが有用ではない。T 字尾翼構成もメンテナンスの問題を引き起こす可能性があります。の制御はより複雑であり、 表面を地面から検査することはより困難である。h t t p s n t r s n a s a g o v スラッシュアーカイブスラッシュ n a s a スラッシュ n t r s n a s a g o v スラッシュ1 9 7 2 0 0 0 5 3 4と p t f コーナーボルストフルイドダイナミックリフトダークシオネルカレクタースティックス t テールページ13から11グラスタージャベリンヒストリーサンダーライトニングス2021年7月21日閲覧ありがとうございます